市民大丈夫？おい、みんな応援してあげて、よいしょ、頑張れ、頑張れ。あ、上手に登れました。どこで見る？さあ、飯和くんも大丈夫、そこは、おー、前行く、春すごいね。前がいい。はい、ありがとうございます。さあ、今日ね、ミナピーはちょっと来週の裸祭りの準備のお手伝いに行っているということで、来週の17日の日曜日に開催ということですのでね、ぜひ皆様遊びに来てください。さあ、今日はですね、皆様に各市の住みやすいところを PR に来ていただきました。まずは一宮市さん、お願いします。会いに来たんだよね、一宮。ところで皆さん、一宮市のことをどれぐらいご存知ですか？ここの会場は一宮市にあるんですけど、この一宮に住んでるって人どれぐらいいますかね？手挙げてもらえますか？あの一宮市って実はですね、とっても住みやすい町なんです。そこで今日は一民から、あの一宮生まれ一宮育ちの一民から、一民目線で一宮のいいところをあの皆さんに紹介しようと思います。ねえねえ、一民、どっか一宮のいいところ教えて。はい、まず一宮のいいところ、一つ目、坂が少ない。そうですね、一宮市って山とか丘がないんですね。木曽川の ところに堤防があるんですけど、の一宮だけじゃなくて、隣の稲沢市さんとか岩倉市さんもあの坂がなくてですね、ほとんど平坦なところでとっても住みやすいんです。あの見ての通り、一民足が短いんで坂とか段差が苦手なんです。なのであの一民にとってもとっても住みやすいですし、坂が少ないってことは お子さんやあのお年寄りにとっても優しい町だと思います。他にあるかな、一民。次、水が美味しいですね。一宮市は木曽川に面していて、その木曽川はあのすごく大きい川でですね、水もたくさん、きれいな水が流れてます。この一民の青いのも木曽川の流れを表してます。あの木曽川のきれいな流れを表してるんですよね。なのでそこの木曽川市の伏流水を使った、あの一宮は水道水使ってるので水がとっても美味しいんです。最後にもう一個教えて、一民。最後、交通便がいい。あの一宮市は JR と名鉄が通ってます。で、一宮市内に鉄道の駅が19個もあります。なのでとっても便利で、名古屋からも快速で10分ぐらいと近い距離なので、一宮ってとっても住みやすいんです。一民ちょっとメタボ気味なので、あまり歩くことが得意じゃないので、あの市内どこでもあの鉄道とかバスを使って移動することができます。本当はこの他にもたくさん一宮のいいところがあるんですけども、時間のちょっと都合もあるので、今日はこれぐらいにさせていただいて、今日皆さんの右手に一宮市のブースがあります。そこで一宮市の紹介とかですね、あと缶バッジの作成体験もやってますんで、あのお時間あるときに一宮によって、あのブースに寄ってもらえたらと思います。それでは今日はありがとうございました。さあ、一宮市さん、ありがとうございました。一民ね、お腹に138、この数字みんな意味わかるかな。一宮ってお腹に書いてあるんです。とっても可愛いキャラクターでした。ご紹介ありがとうございました。それでは続いて稲沢市さん、お願いします。皆さんこんにちは。ありがとうございます。稲沢市です。あのここに一宮市さんなんですけれども、すぐ近くが稲沢市です。あの一民とか飯和くんと、一緒にナピーも来ればよかったんですけど、ちょっと今日他のお仕事で、来ることできません。でもあの稲沢市のブースがそこにあるんですけれども、あのイナッピーのパネルの方を今日持ってきたので、その前で記念撮影もできますので、ぜひお越しいただければと思います。今日はお家の購入をお考えの皆さんにですね、ぜひ稲沢市で家を建てていただきたくて、稲沢市を PR させていただきます。稲沢市の魅力ですけれども、あのまずは名古屋からの近さです。名鉄の神戸宮駅と JR の稲沢駅ってあるんですけど、あのそこがもう名古屋から約10分ということで、ローカル線じゃなくて本線で、なおかつ名鉄に至っては特急で名古屋から最初の駅ですので、名古屋から近いという町はたくさんあるんですけど、その近さの質が違うよということをちょっと言っておきたいなと思います。あと、名古屋から近いので、都会的な生活もできますし、あと身近なところで緑や自然もありますので、とても、暮らしやすいところです。あと、子育て
や、教育のサービスも充実してますので、まあ、これから結婚してですね、家族で住もうかなという皆さんに、とてもいい街だなというふうに思っております。あと、まあ、住居系の市街地の、拡大の方にも取り組んでますので、まあ、これからの伸びしろが大きいと、発展可能性がある街です。まあ、今そういう市の稲沢市の強みをですね、ホームページの特設サイトで、発信してますし、あと今日も稲沢市のブースの方で、稲沢市の魅力を PR するチラシなんかも置いてますので、ぜひ手に取って見ていただければと思います。でも今ここでですね、今すぐ稲沢市に住んでくださいというのはちょっとハードル高いかなと思ってますので、まずは一度訪れてみてください。稲沢市のブースの方でですね、ルルブっていう、雑誌、観光雑誌の稲沢版なんかも、置いてましたり、あとグルメガイドなんかも置いてますので、まあ、それを参考にですね、まあ、今日の帰りに稲沢市ぜひ寄っていただけたらなと思います。あと直近の方ではですね、来週2月17日の日曜日に、裸祭りという、天下の記載がございます。まあ、その前日はおかげ餅の奉納なんかもありますし、あと3月だと梅祭りをやってますので、ぜひ皆様のお越しを、お待ちしています。で、稲沢市のブースの方で、まあ、そういう PR のチラシですとか、あとイナッピーの塗り絵なんかも用意してますので、まあ、塗り絵をやってくれたお子さんには、イナッピーグッズを差し上げたいと思いますので、ぜひご家族で稲沢市のブースの方にお越しいただければと思います。ありがとうございました。はい、稲沢さんありがとうございました。ぜひね、いろいろイベント来週もあるということで、ぜひ今日もねブース立ち寄っていただきたいんですけれども、実際に行っていただいて、どんな素敵なところかなって見ていただければと思います。ありがとうございました。それでは最後に、お待たせしました、岩倉さんお願いします。皆さんこんにちは。岩倉市 PR 大使の飯和くんです。よろしくお願いします。飯和くんの住んでいる岩倉市は、この会場から車で約15分、名鉄犬山線の特急電車では名古屋駅から北へ約11分のところにあって、愛知県では最も小さい市になります。その岩倉市の PR 大使がこちらの飯和くんです。飯和くんを見てください。体には五条川が流れ、その中には鯉のぼりが泳いでいますね。また周りには桜の花びらが舞っています。それから飯和くん、ちょっと後ろ向いてくれる？うん、ありがとう。後ろにも目がついています。そうです、飯和くんは鯉のぼりをかぶった5歳の元気な男の子なんです。ところで、岩倉五条川沿いに続く桜並木は日本桜名所100選にも選ばれたお花見どころ。今年は3月29日の金曜日から10日間にわたって行われる岩倉桜祭りには、毎年何十万人もの花見客が訪れます。また岩倉五条川で行われる鯉のぼりを浮かべながらの乗り落とし作業は、東海美の里100選にも選ばれた岩倉市初春の風物詩です。岩倉桜祭り期間中も、染め物の伝統的作業工程となるのんぼり洗いのデモンストレーションが行われています。そんな岩倉市では、現在岩倉ランチスタンプラリーが開催されています。期間は3月8日金曜日まで、毎年冬に行われるランチスタンプラリーですが、開催、期間中に参加店舗でランチを食べると、各お店の独自のサービスが受けられ、さらにスタンプの数に合わせて必ず飯和くんグッズがもらえます。全15店舗でランチを食べると、地域事業所さんのところからのご提供による素敵なプレゼントの当たる抽選にも参加できます。皆さんぜひ岩倉市にお昼を食べに来てください。ところで、飯和くんが好きなメニューって何かな？なるほど、飯和くんが大好きなのはカツ丼、カツカレー、それになんだっけ、抹茶アイスクリーム、それって大阪なおみ選手じゃん。何言ってんの。もうじゃなくて、岩倉市には地元で採れた野菜を使ったり、特産品の名古屋コーチンを使ったお料理もたくさんあるから、みんなに味わってほしいんだよね。そんな岩倉市のいいようなところをたくさん紹介している岩倉暮らしやすい109の理由というページが、岩倉市ホームページ内にて開設されています。飯和くんの Facebook や Instagram も更新中ですので、皆さん飯和くんと岩倉市を今後ともよろしくお願いいたします。そして今日は広場 B にて岩倉市の PR ブースがあります。ぜひお立ち寄りください。飯和くんの PR グッズもぜひぜひゲットしてあげてください。ありがとうございました。
ありがとうございます。イーヤ君、インスタとフェイス